クシュ。皆さんこんにちは、加藤です。今回は清原がですね、新庄監督ビッグボスにですね、苦言を呈して、で動画に低評価がたくさんついたり、あとはツイッターとか SNS 上でね、批判されてる件についてお話ししたいなと思います。これね、僕ね、清原を擁護したいと思うんですけど、まずね、清原と新庄両方ともめっちゃ好きなんですよ。なんかなんていうのかな、タイプの違うドキュンっていうのかな、なんかめっちゃおもろいじゃないですか。で、2人とも応援してるんですけど、おそらくね、清原は嫉妬してるというか、新庄に嫉妬してるというか、自分なりのね、野球に対する考え方をあえて動画に出して、自分も野球界に戻りたいっていうのね、監督だったりコーチとしてプロ野球の世界に戻りたいっていうのをアピールしてるんじゃないかなと思うんですよね。でもちろん立浪の件とかもありますけど、それよりかはやっぱり自分の考える野球観っていうのを伝えて、そのプロ野球界にアピールしているっていうのが、真相なんじゃないかなと思ってて、ぜひね、パリーグの、ね、球団でですね、清原をね、監督だったりコーチだったりで、迎えるチームが出てきて、で新庄 VS 清原のね、試合とかめっちゃ見たいなと思いますけどね。はい、今回以上です。クッション。